どうもそこは奥チャンネルだ。今回なんですけども469回ロト7の解説やっていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども469回のね、ロト7、これ徹底的に解説していきたいと思うんですが、どうせ買うんだったら当てたいわけじゃないですかね。で、まあぶっちゃけ、定期的に買ってる方もいらっしゃれば、定期的に買ってない方、まあたまに買うよって方もいらっしゃるし、今回初めて買うなって方もいらっしゃると思うんですけども、最低限知っておいた方がいい数字の動き方とかっていうのはあるんですよ。この中から選んだ方がいいよみたいなのがあるんですけど、まあそれの解説まずさせていただくんですが、動画後半の方ですね、私ミニロット一等当選者が当選させた買い方、それをロト7用にチューニングアップした奇跡を呼び込む買い方ですね、こちらのお話していきたいなと思います。では、最後の方までね、しっかり見ていただくと幸いでございます。では動画解説やっていきたいと思います。即戦金はい、行きましょう。まず全開催分の出現ランキング、こちらをね見ていきたいんですが、まずこちらの表ご覧ください。ロト7といえば基本的にはこうね、ロト7だけじゃないですね、6もミニロトもそうです。基本的にまあこう波打っていく感じ、下がっていく感じでこう斜めにね線を描いていくんですが、それを文字起こしたのがこちらになっております。でまず1列目、1が84回、4が61回、2が59回、3が58回、5が35回、2列目、6が43回、9が42回、7が38回、5が33回、8が32回で、3列目10が37回、11が33回、13、15が32回、14が31回、12が29回で、4列目が17が36回、21が34回、18が32回、15が29回で、23が26回ですね。5列目、23が37回、26、27、28が35回、24が29回、21が27回、22が26回で、6列目なんですけども30が45回、34が42回、32が41回、29が36回、31が35回ですね。で、7列目が36が77回、37が74回、35が73回、34が45回、31が34回となっております。で、トップ5で見ると前回とここ正直変わっておりません。変わってないです、まあ、ちっちゃな入れ替わりがあります。例えば、3列目の15が、4位から3位にランクアップですね。で、6列目も、4位と5位の順位がちょっと変動があったということなんですけど、大きな変化はございません。では出現エリア、こちらも見ていきたいんですが、それがこちらでございます。で、1列目が1から20、2列目が2から25、3列目が3から31、4列目5から33、5列目9から35、6列目15から36、7列目20から37のエリアの中から出てます。ここから出てるんですよ。そう。なので、これだけを考えて買うやり方っていうのも一つあるんですね。で、プラスこのランキングなんかを足し算していって、選んでいくっていう買い方なんかもすればいい。これも一つの戦略なんですけど、そう、知らないと損だよっていうのはここなんですよ。出現エリア、列ごとの出現エリア、何番から何番までの間のものが大体出ているんだというところをしっかり押さえておいた方がいい。これ知らないと本当にもったいないですね。で、ただこれ見ていただくと分かりやすいところがあるか、難しいところが圧倒的に3列目4列目が28個とエリア広いわけじゃないですか。ここ非常に難しい。そして3列目4列目エリア広いで、5列目もまあまあ広いんですが、注目すべきは3から35のエリア、ここを抑えてるよという形なんですね。だから、ここで連続する数字なんかも出る可能性も高いですし、そう、近い番号出やすい3だから中数字は非常に気をつけた方がいい、難しいとこなんだよっていうのを非常に理解した方がいい。そして7列目、ここが一番数字が少ないじゃん、エリア狭いじゃん、だから選びやすいんだよと。でもそれでも17個ありますよね。ただでも28個のものを確実にバチンって予想を当てるよりも17個の中の17分分の1を当てる方が絶対簡単なわけじゃないですか。だから時間の使い方としてすごい時間かけて予想してますなんて方もいらっしゃると思いますが、その方にぜひお話ししたい。3、4列目時間使うの無駄だよと。7列目に時間使った方がいいよ。なんだったら3、4列目ある程度運任せにした方がいいんじゃないかというようなことが、まあ割り切ることもできるんですね。難しいところをやるより簡単なところをまず抑えなさいと。
いう形で考えていった方が時間も効率もいいですし、まあ、むやみやたらね、力入れた力説予想みたいなした時に限りバトンって外したら結構衝撃でかいわけじゃないですか。そういうことも考えると、長くやはり続けたいといけないのが、まあ、宝くじ高額当選を導く、一つの方法であると僕は思っておりますので、まあ、簡単なとこから取ろうよ。それはじゃあどこですか？ 7 列目。ここの把握絶対しといた方がいいよね。っていうところでございます。出現の型、こちらも見ていきたいんですが、それがこちらでございます。はい、まず、この前回細分のトップ5から導き出してるんですが、11、10、10、20、30、30、これがベーシックだよと。そう、あくまでもベーシックね。あとこっからちょっといじってきゃいいじゃんって話なんですよ。まあ極論ね、まあすげえとんでもない荒れちゃうかい、30番台しか出なかったよなんてことも絶対あるんですけど、それなんであれかいって言われてるのって言ったら、もう予想できない範囲のもの出るから、あれかいなんだよと話なので、だから、あれかいはもう見切っちゃえと。そうなった。もう仕方ないねと。もうしゃあない。しゃあないというふうに割り切るのが一つ大事なので、基本的には出現の型、これは知っておいた方がいいと僕は思っております。はい、じゃあ行きましょう。トレンド数字、直近10回の出現ランキングの傾向ですね。こちら見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、先ほどの前回細分のものと比べると非常に色がまず薄いわけじゃないですか。薄い。で、濃いものがないっていうのは10回中、列ごとで見てもそうなんですけど、同じ数字が、複数回出ることないよ。じゃあ10回中10回とも同じ番号だったっていうことはないんですよね。そう。そういうのも多少知ってるだけで、例えば過去の当選番号をそのまま買います。それも直近の分じゃやめた方がいいよっていうのが分かりやすいですよね。では、こちらも文字起こしたのを見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、トレンドでは1列目7が4回、2、5が2回、1、3が1回ですね。2列目4、6、8、11が2回、7、13が1回、で3列目13が2回、5、7、8、9、11、12、19、24が1回、で4列目16が3回、13が3回、5、7、8、9、11、12、19、24が1回、で5列目9、27が2回、10、14、15、29、30、32が1回、6列目20、21、24、25、26、28、31、32、34、35が1回、7列目30が3回、29、35が2回、33、36、37が1回でございますね。で、ここあんまりここもね同じくなんですけど変わってないです。変わっておりません。出現エリア、こちらもねトレンドバージョン見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、まず1列目が1から7、2列目4から13、3列目5から24、4列目5から24、5列目10から32、6列目20から35、7列目29から37となっておりますね。で、ここも一緒ですよね。3、4列目が広い。そしてエリアも丸かぶり。で、5列目、ここに関しましては、ちょっと、10が入っているとどうなるんだ、広い方が面白いんじゃねえかと思って、ちょっとあえて広くしてます。わざと難しくしているわけじゃなくて、難しいんだね、ここっていう中数字ですね。特に3、4、5は中数字難しいんだよっていうのを、理解していただくために、あえてちょっと、あれ替えのものを1個だけちょっとストンとしてるんですけど、まあ、別にこれなんか意味あるわけじゃないです。ただでも基本的に3、4列目が一番多くて、5列目も似たような感じで多いんだよっていうのを気をつけた方がいいよというところで、幅ちょっと広げております。では、全開催分との比較していきたいと思います。それがこちらでございます。はい、一応共通点、3、4列目はやはりエリアが広い。そしてエリアもほぼほぼ被っている。で、7列目選びやすいのは全開催分、そしてトレンドでは選びやすいところは1列目になってるんですよね。そう、ここなんですよ。ここだから7列目全開催分的には選びやすいんだけど、トレンドで見たら1番の方が選びやすいわけじゃないですか。じゃあそう考えたら、まあぶっちゃけ1列目と7列目そんなに差はございません。なので1列目7列目はある程度読みやすくて選びやすいんだよ。そういう風に考えておくと、まあ時間の使い方ですね。先どこ解きゃいいんだ。1列目、7列目、先解いちゃえと。で、3、4列目は最後にして、あと残りを選んでいったらいいんだよっていう風な形で考えることができるので、こういうの知ってるだけで、結構なんか得しないですか？案外ここまで、こういう風な具体的なデータ出してる方って僕あまり見たことないので、まあこの辺はまあ自分ながらですね、やってて、あ、これ自分自身そう、すごくいいなと。もちろんこれ、見ていただく前提なんですけど、自分のためにやってる。自分に言い聞かせるためにずっとやってることを、まあ、ちょっとこう授業っぽい感じにね、皆さんにプレゼンさせていただいてるだけなんですが、まあ、基本的にこういうのを知ってる方がいいよねっていうところでございます。
はい、では出現の方、こちらもねトレンドバージョン見ていきたいんですけども、ここ3つあるんですね。はい、こちらでございます。1、1、10、20、10、20、30、1、1、10、10、20、20、30、1、1、10、20、20、20、30。はい、1番目のやつ番号変だよね。そう、20があってその後ろ10になっちゃうって、もう何なんだいという形なんですけども、まあ、そこをちゃんとしたものとして捉えて、修正も、足しているのが、下2つなんですよ。だから、基本的にここで、見ておくといいところは、10が多いと、20も多いと、まあ、30は1つだというところ、ここは把握しておいた方がいい。それが、分かりやすく出ているのがこちら、はい、前回細分との比較でございますね。ここ共通点見ていくと、まず1、2列目が1、7列目が30で、相違点2から6列ということで、中数字やっぱ荒れるね、難しいねというところでございますが、もうさっき申し上げましたね、要は10多めに取るか20多めに取るか、どちらかだよという話でございます。だから30番は、まあ、ケツだけ入れといて。で、個人的には1列目は僕1番台は結構おすすめしているんですが、2列目の1はちょっと、なんか、うさんくさいなと。まあ、結構こう10来たりとか、いきなり20来たりみたいなこともあるので、まあ、20来たらもう大体もう、あと20番と30番しか選べないんですけどね。そういうこともあるんですけど、まあ、一応共通点だけ見ると、こうなるんですね。1、1、で、バツ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 30。これが、まあ、共通点だけ洗い出し続けの方の今現状の動きでございますね。まあ、この辺だから、つまり中数字の対策が肝になるよということなんですよね。はい、じゃあ行きましょう。前回細分の奇数偶数割合ですね、見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、まず奇数、奇数、偶数、奇数、偶数、偶数、奇数、奇数ということで、奇数が5つ、偶数が3つでございます。で、こちらに関しましては、ボーナス数字も含んでおりますので、つまりだから8個の数字になっているということなんですが、まあ、ここも相変わらずですね、奇数が優先なんですよね。はい。で、多いところはどこだと。2列目ですね。これ 56%、55%。ここなので、まあ、ここまで大体ここずっとそうですよ。56% とか 55% とかなので、ほとんど変わらないんですけども、まあ、1、2列目は硬いねっていうふうに、思っています。データ的にも出ているんですけども、個人的な体感として、まあ、しては、やっぱり、1列目ですね。1列目の奇数結構硬いんじゃないと僕は思ってます。では、1、2列目奇数が硬い前提で選ぶものどれなの？さっきのね、エリア、出現エリアあったじゃないですか。あれを踏まえるとこうなるんですね。はい、1、2列目。この番号。この番号を使いこなしゃ1、2列目はクリアできるんじゃないかというところなんですが、まあ、目的には1列目はおすすめ。2列目はまあ、お任せ。そんな感じでございます。はい、では行きましょう。トレンド奇数偶数割合なんですけども、それがこちらでございます。はい、奇数偶数奇数同じ偶数奇数奇数偶数ということで、奇数4つ、偶数3つ、同じが1つ。トレンドも奇数優先でございます。そう、ロト7はね、基本的には奇数が多いものなんですよ。で、じゃあ前回から変わったところどこですかと。5列目と6列目でございます。はい、この2つが変わっております。で、やはり、まあ、共通点として出てる部分で言うと、まあ、1、2列目、奇数は硬いというところが前回細分のものだったんですけども、1列目、ここの奇数僕やっぱ硬いんじゃないと。では10回中8回奇数出てるんでね。で、他のもので言うと、ちょっと、細かい話させていただくと、7、3の割合のところと、6、4の割合のところがあるわけじゃないですか。で、僕的には、6、4のところ。ここは、要は、だいたいこう、なんか均衡になってるんです。なぜかわかんないけど、均衡になることがあるので、だったら、基本的にはもう前回のものを見て、反対のもので行った方がいいんじゃない？偶数出てたら奇数、奇数出てたら偶数。だから、こう、すごい均衡状態が保たれてる。まあ、突然ね、急にどん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 ってグインとね、変わることもありますが、あくまでもこれトレンドの数字のものなので、まあ、直近の10回とかだったら変動大きいんですよ。で、それがじゃあ仮に、前回セブンの方にすごい大きな影響をもたらすとなれば、相当数ね、ずっと偶数しか出ないとか、ずっと奇数しか出ないみたいなことにならないとダメなんですよ。ならないとダメなので、まあ、そこ考えていくと、6、4の割合のところ結構要チェックですね。まあ、逆張りした方がいい。7、3のところはまあ、ベーシックな方でいい。多い方でいいんじゃないと。で、8、2の割合のところ、ここはもう固く奇数でいいよというところでございます。はい、では、こちらも前回細分のものと、
比較していきたいと思います。それがこちらでございます。で、こちらに関しましては共通点としましては1列目、5列目、7列目となっております。はい。で、まあ、最近ちょっとね、キスグス割合、ちょろちょろ動きあるんで、まあ、気をつけといた方がいいですね。はい、じゃあ行きましょう。前回細分&トレンドから見る出現番号の列別順位、これ見ていこうじゃないかと。選び方の一つとして、列ごとの順位を、数字を見て、それを落としていくっていう買い方も一つ、技としてある。ロット、ミニロットの時結構ここ強かったんですよ。これでまあある程度1等取れたと言っても過言ではないんですが、まあそれを見ていこうじゃないかということで、まず前回の当選番号ですね。30に15、16、25、29、37、26、28ということで、これを順位落としていくと、まず前回成分4位、13位、3位、6位、9位、4位に、トレンド10回の場合、4位、5位、0位、1位、0位、0位、4位。皆さん、わかりますよね。今回、列別で、選ぶことはやめましょう。そう、難しくなってるんですよね。まあ、トレンド数字のものからだと結構1位とか2位とか3位とかばっかりバーっと出てたんですけど、トレンドの流れ見ると、出現0のものが3個出てる。で、プラス、4位とか5位のものが出ちゃっておりますので、ここはむずいぞ。ここは非常に難しいぞという状態になってます。だから、この買い方、今の流れには合ってないかもしれないですね。はい。では、変化法での出現予想を見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい。で、変化法での予想番号としては、1、2、3、4、11、12、13、14、15、16、17、24、25、26、27、28、29、30、36、37ということでね、バランスの鬼ですよ。バランス良すぎん？めちゃくちゃバランスいいですよね。まあ、一応今回も、20個ですね、17個削除になるので、まあ前回同様数としては少ないので、まあこの中から抜粋でバツンと狙えることができたらめちゃくちゃ美味しい回ではあるんですが、正直ちょっとね、当たり外れあるんで、ここはまあ、もうお任せです。使うならお任せです。はい、では行きましょう。エリア購入法、網。こちらのね、買い方の説明したいんですが、要はこれが奇跡を呼ぶ可能性のある買い方ということでお話しさせていただきたいと思います。それがこちらでございます。で、この表を見ていただくところ、3ポイントあります。まず1つ目、横の列、ここは1から37まであるよと。で、次、縦の列、ここは1から12まであるよと。で、あとなんか色に分けてるとこ、ここの3点、これだけ見ていただけたら分かりやすいと思います。で、まず1から37のところ、これで大体理解する方いらっしゃると思いますけど、とにかくこの買い方は全ての番号を使った買い方なんですよ。全部使う。全部使った買い方。そして縦、これ12って書いてある、12口買うよ。で、買う分に関しましては番号を並べてって、色ごとの、こうね、ずらして買っていく。それがこの買い方の本質でございます。で、これ何がいいの？全部の数字、ずらしていって買うことによって、全部の数字が2回ずつ登場するんですね。全部の数字が。まあ、これ結構でかい。で、しかも12口の中でそうなるんだから結構美味しいわけじゃないですか。で、もちろんメリット、デメリットあるのでそれをお話していきたいと思います。それがこちらでございます。はい、メリット、全部買うんで。すべての数字買うんで、必ず、当然位置9つつくんですね。ボーナス数字を含めて絶対丸が9個つくんですよ。そう。これ1個でかい。これでかいですね。これ結構やらない人、まあ要は削除数字の方が主に多いんですって方だったら、これありえないことじゃないですか。まあそれは揃えばいいですけど、揃ってないからずっとやってるんだよねって話じゃないですか。だから結構、これ美味しいんですよ。で、2つ目。特定の数字、9つの数字が、3つ使用可能だと。で、これ色で、縦に並んで3色被ってるとこあるじゃないですか。そこが9個あるよという話なんですけど、じゃあここに何使うの？まあ、自分の自信ある数字でもいいし、僕だったら結構前回のね、引っ張り数字来るんじゃないかみたいな感じで、まあ、配備しながらやったりとかもするんですけど、まあ、どう使うかは皆様次第ですね。好きな数字、嫌いな数字、前回の数字。まあ、どっかしらかなんか出るんだったらそこ入れとけと。自信あるやつは特に入れとけと。だから3回登場できるんだから。それ結構熱いですね。で、これめちゃくちゃいいとこなんですけど、基本的にロート7って、まあ、7個数字選ぶルールじゃないですか。7個を選ぶんですけど、まあ、この買い方。全部の数字を使っているよ。プラス、ちょっとずつずらして買ってってるよ。
なので7つの枠の中に当選1番号入れる必要ないんですよ。12個ぐらいの中に何かしらが集まりゃまだ結構大きい当たり期待できるよっていう買い方なんですね。そう、ここ結構いい、これは画期的だなと思ってます。これやろうと思ったらもっと多分精密、もっと厳密に言うともっと難しくしてったらもっと口数やらないとダメなんですけど、まあ、ある程度もこれはもうこれぐらいじゃないとダメだと。でもちろん予算の比率もあるから作り方考えないといけないっていう中での最大の買い方これです。ここはいい。でもちろんデメリットあるよ。デメリット言います。高い。3600円、12口抱える。高いです。で、このゴールデンウィーク中に僕ね、外食一度行ったんですね。で、そこで要は、なんていうんですか、バーベキュータイプの、飲み食べ放題なんですけど、でも結構一席ごとの空間が広いんで、あ、これ結構いい場所だと思って行ったんですよ。だいたい一人値段これぐらいだった。確かね。はい。ね、高いなと。まあ、決して、でも食べ放題って、ちょうどいいよね。みたいな。まあ、ご飯としてはそうなんですけど、宝くじとしてみてどうなの？高いと思う。で、決して僕、むちゃくちゃ高いかと言われたら、むちゃくちゃ高くはないと思います。ただ、むちゃくちゃ安くないっていうところがデメリットなんですよね。これちょっとかなんですよね。で、これ最後。さっきのメリットのところとデメリットのところ、同じ意味なんですけど、ばらけちゃったら意味がないよと。ばらけちゃったら何の意味もない。これですね。こればかりは。どんな買い方しても同じことなので仕方ないと思っております。はい、これが一応エリア購入法網の買い方でございます。はい、では今回ですね、469回に向けて解説させていただいたんですが、まあ、今回ちょっとゴールデンウィーク期間中ということで、ボリュームアップですね、ちょっと購入口数を増やそうよという形でやっておりまして、今のところ、スクラッチ増やしました。で、最低保証超えました。そして、ビンゴ5 4ライン揃いました。結構でかい当たりでした。そしてこのロット7、ここも増やします。ただ口数はちょっとあえて今公言しません。ただとはいえむちゃくちゃな買い方しません。ただ明らかにちょっと試したいこともあるので、その試す部分での、個人的にあこれぐらいの範囲だったらまあ許されるよねぐらいの範疇で買ってます。ただ結構期待してます。なのでワクワクしてるんですが、まあ、明日の当選結果でね、どれくらい買ったか、ちょっとぜひですね、それも含めて楽しみに見ていただけたらいいんですけども、まあ、そしてロト7でね、ここで最後勝って、もう、ゴールデンウィーク良かったというね、結果で終わらしたいなと思っております。はい。なので皆さん、ちょっとね、個人的にもワクワクしてるんですけども、やっぱりまずは楽しもうよと。そして、あとはもう試そうよと。で、最低限知っとくことは知っとこうよと。これがまあまあ、高額当選、必ず1回で取れるとは言いませんが、こういうことを続けていくと結構、当たる可能性、高くなります。そして何よりも大事なのは買い方という箱ですね。これがないと当たらないよと僕は思っております。はい。では皆様、明日の当選結果でお会いいたしましょう。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。